こんにちは。こんにちは。急に。急に、はい。今日これをやります。盆栽世界の4月号で、紹介したやつなんですけども、ちょっと雑誌で紹介しきれないところを、はい、動画できちんと説明しようかなっていうことと、削ったシャリがですね、埋まっちゃったんですね、実は。それなんで、ちょっともう一度同じ、ことをやろうかなと。先日、川崎先生のシャリの動画が多分上がってるんですよ。うん、なるほど。だから今度は昼間さん流というか。そうですね。本来は水水の流れに沿って、シャリを向くっていうのが正しいんですけど、そうするとまっすぐ行っちゃう可能性があって、まっすぐ行くと面白くないんで、強制的にねじれたシャリを作るというやり方になります。ちょっと特殊なやり方です。特殊なやり方、はい。はい、で、こちらのですね、はい、盆栽級サコッシュ1周年記念ということで、ファーストアニバーサリーって書いてあります。ファーストアニバーサリーって書いてあります。でこちらが先日もちょっと多分動画で言ってると思うんですけど、 Twitter のフォロー&リツイート、Instagram のフォローといいねで参加ということで、抽選で15名様にこちらからプレゼントいたしますというものです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、でまずちょっと分かりづらいんで、はい、太いこれだけ切っちゃいますね。はい、お願いします。針金、アルミ線ですね。あ、それから何ですか。出た。いいですかね。それはまあいつも使ってるマサクニなんですけど、マサクニですね。はい、ちょきちょき。これに対して前あんまり紹介したくないんですけどって言ってた越郎っていうね、越って書いてあったと思うんですけど、欲しいなって言ってたやつですね。欲しいなって言ってようやく入手した鉄製の越郎なんですけど、ステンレス製のですね、越郎今日譲っていただきました。念願の先ほどですね。はいはい、そうですね。念願のステンレス製の越郎ですね。はい、ということで、もうハサミはいらないです。もうはい、これがあればもう一生宝物なんで。はい、4月号ってことは3月にやったのかな、針金かけたんで、はいはい、もう癖ついてるかもしれないですけど、これ広間さんにしては普通のオーソドックスなやつですね。珍しいですね。本当にいくらだったかな、2000円ぐらいのかな。で、1つ目はここにシャリが入ってたんですね。普通このまま行くとシャリってこう上上がってっちゃうんですね。そうするともう変化がないんで面白くないと、ひねりが欲しい。まあ一ひねり10万円ですよね。ここがそうするとここをまず1回削っといて、それから、このままずっと行っちゃうとまっすぐの水水を切っちゃうんで、途中まで切って、でこのまっすぐの水水を残しといて、少しずらしてここからまたシャリ入れると、斜めっていうのを2箇所入れて、まっすぐのところ残しておくんですね、ここね。はい、つながってはいないってことですね。そうなんですよ。で、やがてその流れをだんだんと広げていって、最後はつなげちゃうと、最終的にはぐるっとつなげていくよというやり方のご紹介ですね。はい。絶賛販売中。はい、私は彫刻刀をこれに入れております。はい、道筋をつけるんで、とりあえずもう一回これでやりますね。はい、ここが一回削ったんですけど、また塞がっちゃったんで、もう一度削ると、斜めですね。はい、斜めに。まあ3月だったんだね、まだ肉巻きがいい時期だったんで、そのまま削って埋まっちゃったんだと思うんですけど、シャリをやるのに何を買えばいいのか。ああ、はいはいはい、わかんないですよね、最初。はいはい、そうですね。まあ普通こういうのは安いのは多分普通の中学生とかが買ってるような彫刻ショットですね。うん、昔トンボとか書いてあったですよね。はい、こんなでも全然できますね。こういうのでもこういう道案内をしてあげるわけですね。こういうふうにカクッと少し広げますかね。前回ここまで行ったら、例えばこのまっすぐ、このまま水水まっすぐ行ってこの枝に繋がってる可能性なんですね。はい、ここを切っちゃうとこれ枝枯れる可能性があるんで、ここから今度スタートして、ここから斜めですね。なるほど。はい、っていうふうにいきます。刃物は切れる刃物の方が、気がしないんで、これはね、のみなんですけど、のみはね、結構これ切れるんで使うんですけど、本当はのみですよね。川崎先生の道具の量すごいじゃないですか。すごいですね。削るための、すごいですよね。あれ鋼の、私も前に耐えたんですけど、はい、板を削って刃物にして木の棒に取り付けるっていう川崎先生やってますね。すごいですね。やがて
つなげちゃうんで、できるだけ細くしといた方が、はい、いいことはいいですね。ちょっと広げてきますかね、またね、埋まってっちゃう可能性があるん でここはやがて 水水がこうつながっていくところなんで、はい、こっちはあんまり削らないで上の方を少し削っておくようにします。先日はフェスありがとうございました。たくさんね、そうですね、来ていただいて、少しね、やっぱ輪が広がったですね。あ、そうですか。あの、気になってた方が声かけていただいて、ツイッターの方ですかね、私やり取りできないんで、はい、お名前なんですかって聞いたら、あーって言って、で中にはね、土曜日来ていただいたのになんか声かけられなかったって言っていただいて、あの、そんな怖い人じゃないんで声かけていただければ。ちょっとここ広げますね、上の方までね。で、こっちの方まで少し行きますんで、ギャラリーがいます。ギャラリーが何も。それで、あと削るとき少し下はですね、一番下までやっちゃうとね、そこから腐っていっちゃうんですね、はい、なんで下から少し残した方が、あと実は心拍やる上で非常に重要な情報なんですけど、正面から見たときに必ず水水が見えないといけないんですよ。実はそういう鉄則があって、どっから生きてるのかわからないって、作り物みたいに見えちゃうんで、必ずそう水水は見せるんで、ここは必ず見せると、はい、いうことなんで、こっち側から広げてっていくと、はい、どっちも見せるってことですよね。そうですね、どっちも見せるですね。で、水水は特に見せると、水水1本でね、細く最後なりますんでね、その水水は足元は必ず見せると、うん、ここから生きてるんだよってお化けになっちゃうんですね、そこがないと。で、一応ここ斜めにこう削っていって、はい、で、とりあえずこうまっすぐ残しておきます。少しね、これもうちょっといきますか。ここはもう勝負なんですけどね、どこまで狭くできるのかって。で、次回本当はね、前回これがそのまま削れてれば今回こう削るはずだったんですけど、こうできるだけギリギリまで攻めます。ここ結構厳しいですよね、ここら辺まで。で、こういうのも心拍はこう形、水水が少し曲がっててもできますんで、で、やがて削った時は今度水水が自動的に切り替わるということですね。今ここまで来てるんですけど、はい、このシャリは必ずこの上に来なくちゃいけない。この下に来るとこの枝が枯れると。今こう下から水吸ってますから、はいはい、下から水吸ってるんで、このシャリはここに入るとこの枝が枯れるんで、で、なんでここはこのまま今度は上に、ここに入ってくると、はい、いうことですね。枝の下の水水を削っちゃうと、その枝が枯れると。これで幹の模様があんまり面白くない木も、はい、これをやれば、そうですね、ちょっと癖のある、この癖のある、そうですね、立ち上がりに、もうその木の価値が上がる。ここね、無造作に今、皮引っ張っちゃったんですけど、上行っちゃったんですけど、強引にこっちが斜めに案内してあげるんですね、こっちに。あ、はい、だから本来の流れは上だ、ね、上なんですよね、危険な枝がこれですよね。これは下から来ました。あとこいつもあるんですよね。で、これもこっちから ここからこう来れてますんで、もうちょい行ってても平気。おっと危ね。そうですね、ちょっと本当はナイロン製のケプラーとか手袋した方がいいですね。刺しても切れない手袋ありますんで。そうすると一応これでほぼ作業は終了なんですけど、ここからスタートですよね。ここからスタートしていって、ここで一応水水ここ残しました、はい、こっちの方の枝はこれで生きてきますよと、はい、で、ここからまたねじれていってこっちに行きまして、で、今度これから今度 上に行ったと、先ほど言った下行くとこれが死んじゃうんで上に行くと。そうすると今のところ枯れるところがないはずなんですね、はい、で、もうすでに一周したわけですね。ここからぐるっと回って、はい、ここまで来ましたと、正面に来たということですよね。で、これやがてここからまた上の方にねじれてきますんで、2回3回とこうやっていくと思うんで、まあ強制的にですよね、シャリのねじれたシャリを作る方法ということで、次回こうガツッ切ると。なるほど、はい、もうしあったらもう一回ずつちょっと追い込んで本当に細くしといてもう一回やってもいいですけどね、まあ、おそらく次は大丈夫だと思いますんで。期間的にはどのぐらい開けるんですか。
あ、これがね、もう今年もうこれから冬で成長期がないんで、うん、来年暖かくなった状態見て4月とか、うん、そこら辺でもう一回こうやりたいですね。で、あとはこれをやることによって周りが盛り上がって、要は車輪のところと水水のところがまた盛り上がってきますんで、うん、それも一つ有効というか、車輪は薄く削って、水水は盛り上がるというところで、生きてるか枯れたかっていうのが見えてくると思いますんで、うん、ということで、まあ、強制的に作っていこう方ということですね。ちょっとね、盛り上がったやつ1個いいですか、はい、これですね、ヒルマタケ、うん、この板シャリを、大きい板シャリを作るために、はい、この手前側と裏側を削って、うんうん、ここは最初から取っちゃってもいいんですけど、はい、将来大きいシャリに、できるだけ大きなシャリにするためにこれを削ったんですけど、うんうん、それによってやっぱこの肉を巻いたって見えると思うんですよ、はい、肉を巻いたのと、ここ両方飛び出したの、なんとなく分かりますかね、こことここ、ここへこんでて、こことここ盛り上がったと思うんですよね、うんうん、こっちを削ったことによってここが盛り上がった、ここを削ったことによってここが盛り上がった、うんうん、とやってここをできるだけ盛り上がらせて、そうするともうここで生きていくしかないから、ここやっぱ盛り上がるわけですよね、うん、それで盛り上げといて、まあ最後シャリにしちゃうんですけど、うんうん、できるだけ大きなシャリを作りたいんで削って、ここが盛り上がらせた、太らせたというのが、もうこれね、私も経験して、あ、ここ盛り上がってる、太ったっていうのが分かったんですけど、うん、こういうことを利用するってことですよね、シャリを作ってここを盛り上がらせると、はい、だからこれをそのまま水水としてね、さっきの場合だと作っていくんですけど、うん、これは、将来板シャリを作るためにやってるというやり方ですね。面白いですね、やっぱり巻こうとしてね、盛り上がるわけですよね。 どの角度だったら、これで見えますかね、こことここが盛り上がって、真ん中ちょっとへこんじゃってるんで、これからですけどね、という感じで削って盛り上がらせると、シャリを育ててるって、そうですね、そうそうそう、これはシャリを育ててる。で、あと、ここにカットパスタとかで埋めてもいいんですけど、うん、先ほど言った、もう冬で、11月半ばになりますんで、成長ほぼほぼ止まりますんで、特に何もしなくてもいいと思います、うん、さっき、あったみたいに肉巻きされちゃっても困るんで、うん、むしろこのままにしといて、で、あと絶対やっちゃいけないのが、ここに、石灰溶合剤、うん、これを塗ると、葉っぱの先端がみんな茶色くなりますんで、ダメなんですか、削ってすぐやるとこのところからやります、こういうところから石灰溶合剤の成分を吸い込んで、葉っぱの先端が刈りますんで、溶合剤は絶対かけちゃいけないよって。でもどっちにしろいつかやるじゃん。いつかやりますね。だからそこは開けとけばいい。そこもだから、ここは少しこの辺が、表面が乾いてきたら、もしくは肉が巻いてきたら、吸わないようになったらってことですね。そうですね。ただこれもね、どんどんやっぱり広げていくんで、しばらくは汚剤塗らなくていいと思いますね。次回だからこうつなげると同時に、できればこう広げていきますんで、水、シャリをですね。なるほど。はい。ということで、とりあえず、まあ、一周しましたと、ぐるっと回ってここに出てきましたというところまでですね。わかりました。はい、来年春こうやります。非常にお勉強になりました。はい、はい、以上ですね。あと、はい、11月は、心拍剪定適期ですんで、うん、今、はいはい、剪定の適期、要は杉っ葉が出ない間に出てるやつとか、うんうんうん、整理する意味でハサミで切っても大丈夫です。はい、剪定ですね、剪定の適期ということで、杉っ葉を出させない適期になると。わかりました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。